今週もこちらのコーナーから行ってみたいと思います。はい、はい、人気者ちょいワル先生の今週の一発予想。こんばんは。こんばんは。ちょいワル先生よろしくお願いします。先週うちのね中山がお邪魔しましたね。はい、やってくれました。ちょっとね、いまいち今人ぐらいだったんで、ちょっと今2回ですね、急遽ね、私ね、はい、出てきました。ちょっと最初にね、石田さん、先週高校のね、はい、同窓会だったんですよ。ここはどちらでしたっけ？福岡県の、釜石ってとこなんですけどね。あ、福岡。もう盛大に行われてね、ちょっとね、友人がね、名前呼べって思うんですから、ちょっと呼んでいいですか？はい、野口、三原、見てるか？ね、ちゃんと東京で頑張ってる。あと東京で頑張ってる。あと山高のね、同窓会に出席された皆さん、どうも。いろいろ名刺配りましたけどね、よろしくお願いします。こんな感じで、地元代表して頑張ってます。よろしくお願いします。はい、これ高校の時のね、先生の仲間みんなこれ今週見てくれてるんですね。そうなんです。中にはね、37年ぶりとかね、うん、全然顔分かんなかったですよね。分かんないですよ、37年ぶりだと。それでもね、まあ、年に1回なんでね、顔出ししてね、できる限り行きたいと思うんですけどね。はい、まあ、ちょっと今週ね、いきなりですけどね、今日ね、もう全面安急落なんですよね。だからちょっと急遽ね、予想もね、いろいろ考えてね、うん、持ってきました。うん、ちょっと世界同時株安というかね、はい、先週金曜日にニューヨークダウが530ドル下がって、うん、日本も今日引けで895円かな、うん、で今もまだ下がってるんですよ、日経先物、うん、で中国も 8% 安、うん、ヨーロッパ市場も全面安、うん、ドルから何から全部今下がってますよね。うん、今ちょっと一旦止まった感もありますけどね、うん、ちょっと今注意深く見ないとね、うん、恐ろしい相場になるかもしれないんで、うん、ちょっとまず冷静にね、検証して、うん、いきたいと思うんですよね。そうですね。はい、うん、ちょっと先週のね、おさらいだけちょっとやってみたいと思うんですけど、はい、まあ、19日にね、議事録、これはそんなにね、あまり変化なかったんですよ。まあ、この辺までは9月利上げがね、うんぬんかんぬん、ちょっと今現時点でもう 30% 以下と言われてるんだね。うん、この時点では大体5割ぐらいは可能性あったんですけどね、うん、ちょっとやっぱりそういう株安の影響が出てきてますよね。うんうん、で20日が、まあ、例のチプラスさん、うん、ギリシャ、首相辞任でね、いよいよ、いよいよ、いよいよ。でこれがね、8月の30日に完全に、うん、解散なんですよ。うんうん、で9月の20日に総選挙ね。うん、でチプラスさんも首相辞任して、あそこ面白いんですよね。1党2党3党って、うん、3日間ずつ要は、まあ、連盟というか連合を組むって言ってね、うん、チプラスさん破棄して、で第2党は3日間猶予で連立組めなくて、うん、で昨日からかな第3党がやってるんですけど、まあ、これも組めないということで、一応まあこれができなかった場合30日解散、9月の20日に総選挙という。まあ、ユーロの方はチプラスさんが毒からね、いなくなるから逆にいいんじゃないかということなんですけども、実際はチプラスさんがね、まあ負けるわけないというかね、またこの間も一回やりましたよね、先月ね、要は、このまま続ける続けないとかね、ありましたよね。また同じことやるんでね、なんかまた振り出しに戻っちゃう、振り出しに戻って、まあそこでその後に連立を組もうじゃないかというね、組まざるを得ないっていうかね、いう状況になるんじゃないかなと思いますよね。ギリシャ国内ではチプラスさん人気すごいんですね。すごいですよね。でも手のひら返してもまたね、結局かっこ悪いことになっちゃったね、みんなに頭下げたじゃないですか、EU とかの辺にね。だからそれをもう一回ちょっと政権をね、一からやるぞみたいな感じになってるんでね、はい、まあ、それにちょっとまだ日が長いんでね、ちょっとまあ様子を見ていきたいと思ってますよね。でその3番目に、ね、ちょっと見てもらいたい、ここなんですよ、はい、ね、猫も借金もどこも急落でしょ。うん、で日本も今日朝から為替比較的落ち着いたんですけど、うん、いきなりドーンと下がってね、うん、ドル円でも今1円50銭ぐらい下がってるんですよ、うん、120.70 とかね、うん、いう状態でね、はい、で資源国のランドあるでしょ、うん、ランドが800ポイント、簡単に言うと約ドル円で言うと8円ぐらい下がった、一気に下がって、4円切り返したみたいなね。うん、で資源国のオージーとかニュージーとかこの辺も2円以上下がってるという、ね、いい状態なんですよね。逆に上がってるのっていうのはもう本当にないんですか？上がって強いて あまり下げてないのがユーロ円なんですよね。ーユーロ円ね、うん、ユーロだけが要はだからその中でも、うん、まあ、なんていうんですかね、下げなかったっていうよりも要はドル売りユーロ買い、
まあ、巻き戻しみたいな状態でね、もともとがあんまり良くないから、そう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 、うん、まあ要は出尽くしたという感じで買い戻されてるのかなというふうな感じですけどもね、うん、まだでもちょっとその辺ひっくり返ってくると思いますよね、うん、世界が不安定です、不安定ですよね、だからもうその利上げ云々かんぬ、まあ、私はもう、利上げ派って言いましたけどね、うん、この今の状態で9月に利上げ持ってきてもね、うん、あの逆に中国とかね、あと中南米の不安とかね、あの、うん、コモディティあるでしょ、うん、油なんか38ドルか6ドルかね今ね、安いっす ね、だからなんか水の値段とか日本のお茶の値段の方がね高くなんじゃないかよぐらいのね、うん、いう状態になってるんでね、うん、その辺がちょっとやっぱりあの下に抜けっぱなしというかね、うん、いう不安が材料に残りますよね、うん、でちょっと時間足でね1週間なんで、うん、先週の動きちょっとチャート持ってきたんですよ、はい、これずっと横ばいになってていきなりドンでしょ、うんうん、でいい状態です。これがあのドル円なんですよ、うん、で次があのそのトルコ円ね、まあ、先週からまたねだいたい44円の40銭ぐらいが、うん、4、50銭があの上場値だったんで、うん、あっさり抜けて、これもうあの7年ぶりとか6年ぶりのね、うん、安値更新中というかね、はい、いう状態になってますよね。だからほとんどこのストップを巻き込んだような状況で、まあ、クロス円は特にね、うん、あの来てますよね。だからそのチャートでいうともう全部売りになったんですよ、クロス円はね。ただ要はあの売られすぎの買い戻しね、これはどこに入るかっていうかちょっと選択してね持っていきたいかな。ただまあその OG 自体は中国絡みがね、まあ、発信地でもありますから、ちょっとやはりあのオーストラリアはちょっと怖いかな。まあ、2、3週間前に行ったあの5ドルドルね、今日もドル下げてるんですけど、それ以上にあの OG の方が下げてるんで、今日もとんでもない下げになってますからね。まあ、この通貨はもう引き続きもう売り継続じゃないかな、ね、もう決定かな。ちなみにトルコ円って上場した時いくらだったんでしたっけ。44点のね、54かな、その辺だったんですよ。だから今もチャートが通用しないですよね、これ時間足ですけどね。でもまあ、 あの一応節目のね、今日あの40円はあの切らなかったという部分はあるんでね、でああいうふうにちょっとまだあの14時現在ですけどね、一回突っ込んで戻ってでまたあの戻してまた突っ込んでみたいな繰り返しなんで、あのアメリカ時間の、まあ、クロス円に関してはね、あの21時半ね、あのニューヨークマーケットがオープンまでね、して、ようやく戻りが入ればね、あの全て切り返すと思いますけどね。これちょいわ先生の予定では、このまた40から下に行く、だからもう今の状況だったらね、例えば今その例えば明日また中国安いとか日本の株安いとかなるとドル売られるでしょ。でドル以上に資源国売りになってるからね、普通だったらドルが買われて資源国売られて、で図式今同時で下がってるでしょ。ただまあ要するに40何円の単価化した場合ね、あの非常にあの不安要素あります。まだね、あのこっちの方もあのもうほぼ解散決定なんでね、で11月なんですよ、トルコの方は、あの11月1日かね今のところ予定がね、ただそれまではあのとりあえず大きな材料はないんでね、あの途中まで利下げとかね、ただまあその、最初の頃お話しましたように、1年間トルコの場合は買っといたら、4万円何がしのね、スワップもらえるわけじゃないですか、で例えば40円で今買いましたと、で1年間持ってて4円下げてもね、あのそれはリスクヘッジってこれはできるんだよね、ただもう皆さんもうあの特に前お話しました日本人買いっぱなしなんでね、どこまで耐えられるかね、だからもうその少額の資金で多めに買うと、まず一発で今日もあの各社とかあのうちでもあのロスカットの方がだいぶいらっしゃるんだよね、だからやっぱ余裕を持ってね、こういうあの金利のいい通貨っていうのは、あと新興国とかね、あの見返りある代わりに、今日のランドとかトルコみたいに大きな下げ一撃でやられますからね、それにちょっと注意してやってもらいたいですよね。かといって投資家からするとね、こんな逆にチャンスはないというね、来週例えば来た時にです、ね、こんなに戻りましたよって可能性は私高いと思うんでね、あとは勇気と視力とね、これある方はね、あの今日のニューヨーク今日以降ね、ここぞというところあったらね、あの狙ってみてもらいたいなと。5ドルも結構ダメージ大きかったですか。5ドルもやっぱり2円、5ドルも大きいですよ、やっぱりもう昔から持ってる方は5ドルなんだよね、でランドもあの伝説あって9円割れていたら大体11円まで戻ってるんですよ、でも今日1日だけであの要はさっきお話しました800ポイントなんで、ドル円で8円でしょ、ドル円で8円も下がったらみんなロスカットになりますよね、そういうあの形があるんだよね、だからちょっと明日あたり今日の夜からあの明日にかけてね、
まあ、ランドとあとニュージーは個人的にはね、うん、あの今日の今現在の安値圏、うん、前後だったらある程度戻しは相当あると思いますけどね、うんうんうん、これはちょっとあの補足でね付け加えたいと思います。そこちょっと気になりますね、動きはね。まあ、とにかく焦んないことだと思いますよね、うん、やばいやばいやばいって売り作ったり、うん、あの要はよくいらっしゃるんです、損切りしたところで、うん、一番安いところがね、うん、一番高いところがあるじゃないですか、はい、で我々転足って分かんないんでね、うん、それもちょっとあのテクニカルを見てね、うん、あの判断してもらいたいと思いますよね、うんうんうん、なるほど、はい、で今度今週の予定ですね、そうですね、ちょっとね、予定をね、はい、簡単にね、まあ、これ今週予定って言ってもね、うん、あの結構ねこれ実際明日ですよね朝、うん、アトランタ連銀総裁、この人は結構ね、うん、あの言うことに関してね、うん、重みがあるんですよ、うん、でこれをもとに、要はあのシンポジウムありますよね、うん、ジャクソンホールね、うん、これでよく歴代の中銀総裁あたりがペロッと喋って、あの冒頭暴落もあって、うん、あのこの27日はイエレンさん今回参加しないんですよ、うん、ペロンとなんかあの言いそうな感じじゃないですか、うんうん、そういうあのタカ派なのかハト派なのか、実際ハトなんですけどね、うん、一言余計なこと喋んないように、うん、多分欠席したんじゃないかなと、うん、でもこのジャクソンホールっていうのは毎年ねあの大きな動きありますからね、うん、だからドルにとってもあこういうふうな可能性があるんだとなると大戻りの可能性もありますからね、うんうん、それはちょっと今あの今週の動きっつっても、うん、こういう指標とか発表っていうのは大きなのないんですよ、うん、これけどもう8月最終週に突入したってことで、うん、9月利上げがどれだけの可能性があるのかっていうのがこのね、いやそれにかかってますね、発言からですよね、うんうん、でこれイコールあと来週の雇用統計あるでしょ、うんね、で今月がずっこけたんでね、うん、まあ、来月どういうふうな形になるかね、うん、よっぽど強い内容にならないとね、うん、ちょっと逆転のあれは可能性はないかな、うん、ただまあ、まあ、あの前々から言うようにあの利上げのね、利上げしないとなるとこれまた大落としますけどね、うん、利上げはすると言ってるわけですからね、あと時期の問題なんでね、うん、まあ本当にあの冷静な判断じゃあのないけどもね、うん、あのどれだけあのこれから持久戦我慢できるか勝負になると思いますよ、うんうん、利上げしないっていう可能性はどうでしょう。いや9月の利上げはまあ仮に今現時点でなくなったと思っといた方がいいと思うんですよね、うん、まあ、年内の利上げは年内の利上げはあの必ずやってくるでしょうね、うん、でも9月は9月の可能性今現時点で 30%、うん、あの 30% と言われてますけどね、うんうんうん、ただもしこれであのやっぱり利上げしますとなると急激な切り返しますよね。ですよね、うん、予想を反してっていうのもね、どっちかというとそっちに乗っかってる方なんですか、ね、難しいところですね、うんうん、じゃあその8月の月末ちょっとあのかなり混迷の1週間になるんじゃないかと思うんですけど、うん、はい、今のお話を踏まえて今週の一発予想を言っていただきます。チョイワル先生の今週の一発予想はこちらです、はいはい、ね、出ました、まあ、5ドル売りのニュージー買いというね、うん、ちょっとだから円と、ドルを避けました、うんね、あのこれ前さやチャートも持ってきましたけどね、うん、まあ、根拠っていうのがちょっと次のね最後にちょっと見てもらいたいんですけど、1番、うん、2番3番って石田さんあるでしょ、うん、あのこれ私使うんですよね、あのニュージーとオージーの価格差です、うん、ぐいーっとあの開きすぎたら縮まって1番、うん、2番でしょ、1番が5ドル円売りニュージー買い、うん、ずっと上がってですね、11円以上空いてて、うん、で40何銭まで縮まって、うん、で2番から今度逆に5ドル円売り、5ドル円買いニュージー売り、そこからまたぐーっと10円ぐらい縮まって、うん、で一目と照らせあの合わせると雲抜けた時買いなんです、1番ね、うん、2番雲抜けてるでしょ、うん、あの下にね、うん、で3番がようやく、先週金曜日、うん、で今日完全な雲抜けなんですよ、うん、今だから8円から8円50銭ぐらいなんで、うん、大体これはもう5円ぐらいまで縮まるかなと、うん、まあ、簡単に言うとだから1枚1枚売り買いで持っておけば、うん、まあ、3円50銭ぐらいはあのいけるかなと。うーん、そこオセアニア通貨のこのさや、そう、まあ、ニュージーはもう出し切ったというか、もう今日も下げてますよ、80円大幅割れてますけど、うん、あのオージーとニュージー同じような今下げ方してますけどね、もともときっかけはこれ中国のね、うん、あの株安とか、はい、あの景気の問題から出たわけなんでね、うん、でニュージーはオセアニアの親戚ということで、うん、こっちが売られすぎだと思うんだよね、なるほどね、うん、だからこのサヤ取りが、まあ、ちょっとね、だから明日株がどうなるかね、分からない、うん、非常にね、今日のニューヨークもね、うん、あの先週500何十ドルも下げてるから、うん、まあ、200ドルぐらい戻してもおかしくないな、うん、過去そうなんですよ、うん、4回に3回ぐらい必ず戻ってるんですけどね、うん、連発来た場合は明日ももう一発来る可能性あるから ね、 なるほどね、ちょっと今週は避けました、OG ニュージーの対決でね、ニュージー勝つだろうっていうね、
これオージーニュージーのさや狙いって多分一発予想でやっても初めて出てきたんじゃないですかね。前にね、お話は何度か聞いてますけど、うん、予想で出てきたのはあのね、11円ぐらいの時に、うん、あの1回やったことあると思うんですよ、ね、うん、そこからも一応縮まっているんですよね、うん、もっと縮まると思いますので、はい、はい、ありがとうございます、はい、では為替ライフセミナーのご案内こちらです。はい、はい、この名古屋ですね、うん、一応来週ですね、うん、緊急参戦ってあれしましたけど申し込み多いんでね、私、うん、行かせてもらいますので、はい、中京地区の方はぜひね、はい、来てもらえればと思いますので、はい、ぜひ名古屋、はい、三重、岐阜の方、静岡の方、ね、はい、今この厳しい戦いをね、なんとかズバッとやっていきますんでね、うん、ぜひね、まだ席に余りがあるんで来てもらえればと思いますんで、うん、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。じゃあちょいがる先生の今週の一発予想でした。ちょいがる先生ありがとうございました。ありがとうございました。一旦終了です。